あ、どうもどうも。間違えました？こっから出てんのか。これ何ですか？あ、地の毛。恥ずかしい。すごい勢いですね。すごいね。もうだってもう毛がサイヤ人だもん。ロシア人デビュー。あ、色味がね、ちょうど違いますね。ほんと。カラフルで。うん、先生がだって金髪だったのが、ちょっとシルバーっぽくなりましたもんね。そうだね。こっからのあのグラデーションになっております。なんか今風ですよね、すごい。イエーイ。すげー。今風ですよ。今風ですね。綺麗に白髪隠れてるよ。全然わかんないですね。うん、全然わからない。すごーい。さすが。イエーイ。ウィナー。ウィナー。ウィナーさん。さすがですね。さすがでございます。さあ、はい。それでは行きましょうか。せーの、皆さんこんにちは。名古屋ボーカルスクール校長の竹葉です。にょん。講師のアリです。イエーイ。どうだ。サイヤ人マジですごいね。日に日に色が抜けるんですよ。そうだよね。そうですそうです。面白いね。まあ、夏なんでね。そう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 。はい。今日はお知らせがあります。カエルとウサギはですね、はい、新しいことに挑戦を常に挑戦しております。そうそうそう、新しいスイーツをね常にこう探して、ね、それと同じ私のことです。そうだよね、食べ物のことバーってね、マトリョーシカだっけ。まあ違います。副社長といいカエル校長といいです、マトリョーシカ言わない、マトリョーシカ、マトリ、間違えた、マリトットです。マリトットそう、マリトットです。マリトット、そうか、今マトリドットマトリドットブームだもんね。そうです、うん、そうだね、そうです。はい、で新しいことを始めますと、まあ、あの前もね、はい、お話ししましたが、はい、私たち2人でオンラインレッスンします。イエーイ、パフパフ。わーい、ね、しかもこうこの感じでそのまままんまですね。まんま。でも、なんか不思議ですね。うん、この画面の向こうにいて皆さんがいてっていうのはちょっと、なんか不思議ですね。うん、ねえ。楽しいですよね。もうリアルタイムの私たちもこのまんまだっていうのを分かってほしいね。確かに。なんかみんなさ、ちょっとね、YouTube 撮るときにテンション高めにするとかさ、うん、なんかテンション高い方が再生率が上がるからとか言ってさ、あるんですか、そんな。そうそうそう、やってるみたいなんだけど。そしたらまんまこれですね、うん、うちら。このまんま。本当に。まあ、お酒があればもうちょっとやばいかもしれないですけど。いやー、もうちょっとこうなって、まあ。そうだね。うん、ちょっとあの、どうも、こう制御できなくなるからやめてください。はい。師匠に怒られる。そう、記憶なくなる。やばいやばい。やばいやばい。はい。で、はい、日付が、はい。8月の12日、はい、お盆真っ只中の木曜日でございます。木曜日です。はい。で、皆さんね、やっぱりなんか、いろいろ予定があると思うので、うんうんうん、はい、9時半から、はい、うん、1時間半の11時まで、はい、はい、やりたいと思ってます。はい。朝1は、うん、私たちその、レッスンのためにお時間を空けてみてください。はい、そうです。まあ、ね、多分お墓参り行くの13日以降とかじゃんね。うん、そうですね。そうそうそう。だからね、ご先祖様が帰って、来られる時の前にですね、この曲をね、確かに、はい、練習していただいて、そうですね、うん、ご先祖様より前に、前に、はい、これでちょっと準備をしていただきたい、そうですね、そうそう、心をこう冷え冷えにしていただいて、じゃあそうですね、はい、じゃあ曲名を発表しましょう、せーの、レディゴー、イエーイ、イエーイ、凍らしちゃうぜ、なんでって、なんでって暑いから、そう。暑いから涼しい曲を歌いたい。めちゃくちゃ面白い。この曲とこの曲とこの曲でどれがいいとか言っていったらレリゴンにしましょう。なぜなら暑い。涼しく。いや、私たち涼しくなるんか？わかんない。もう理由がもうくだらない。面白いよね。まあでもレリゴってね、はい、歌えたらいいもんね。いいですね。うん。なんか老若男女需要ありますよね。あるある。男性の人もね、1オクターブ下で歌ったりとかするから。そうですね。そうそう。で、意外に英語さ、簡単なのにさ、発音が難しい。あ、そうですね。で、今更聞けないエイトセトレじゃん、こんな。ああ、確かに確かに。そんなの入ってるっていいですよね。そう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 。だから、まあ、うん、全部やるんですもんね。もちろんそう。もちろん全編。全編ですね。はい、やります。
で、YouTube では一番だけやってるんだよね。あ、そうですね。ね、はい、うん、やってます。なのでまあ、それの解説の延長線上にあると思ってもらえれば。で、その時にその B のしゃくりだったりとか、A のしゃくりの違いだったりとか。いいですね、うんうん。多分疑問に思ってる人きっといっぱいいましたよね。いる、いる。確かに確かに、うん。あの、コメントでも多いもんね。うん、B のしゃくりとか A のしゃくりとかの説明している動画ないんですか、うん、って。うん、でもね、説明、うん、こうやってがっつりオンラインじゃないとね。そうですね。リアルタイムじゃないとできん気がするんだよね。うん、ですよね。なんで、うん、ね、あの、声出しとか画像出ししていい人は、うん、こうですかっていう、こう、レスポンスをしながら、うん、校長の指導も受けれるんで。そうそうそう。もう悲劇とか。難しいですもんね。そうだね。悲劇言うのうちらぐらいですね。いない。いないですよね。いない。だって、A のしゃくり、B のしゃくりとか、ビブラートとか、ああいうのを作ったのも多分うちしかいないですよね。そうか。みんな記号でなんかこちら書いてあって後で解説してるもんね。はあはあはあ、すごい。そう、竹エヴァメソッドですよ。ああ、見やすく、これをリアルタイムでいけるという、うん、そう、ぜひぜひ ね、 ね、うん、しかも、まあ、うん、なんと、あ、そう、初回なので料金が0円です。イエーイ。初回お試しということでね。無料だよ、無料。イエーイ。これはちょっと相当ですよね。ないですよね。校長レッスン、名古屋ボーカルスクールの校長レッスン見てもらうと分かりますけど、それはない金額ですよ。高いよ、私のレッスン1万2000円するからね。1回そうですから。だからそう思うとめちゃめちゃちょっと本当に破格、うん、まあ、価格でもないですね、もうね、まあ、なんでぜひフリーですからね、うん、そう、なんかね、受けてもらって、うん、もっとこうしたらとかってご意見も初回なんでね、うん、聞ければ嬉しいですね。そうそう、本当にあのね、あのズームってカチャカチャカチャってチャット機能とかもあるし、うんうん、あ、そうですね、うん、で、うんうん、やりながらね、先生もうちょっとこういう風にしてほしいとか、うんうんうん、あのこれが見づらいからこうしてとかっていうのもまあ皆さんにお話ししつつ、うん、うんうん、やっていきたいなとは思ってます。で、よくあるズームのあのレッスンとかだと、うん、名前を本名にしなきゃいけないとかあるじゃん。ああ、そうですね、そうですね。うん、入室するときに本名じゃないといけないと。うん、まあ多分ね、お金払ってらっしゃる人たちのその消し込みとかをしなきゃいけないのかもしれないしね。うんうんうん、だけどあの私たち二人しかいないので、うん、無理なんで、好きな名前で入ってください。あ、そうです。ゴッドスピードさん、ゴッドスピードさん。大丈夫です。つるさんはつるさんです。うん、つるさん。そうだよね。ちなみに私はクリスティーナ・アギレラなんで。ズームの名前がですね。びっくりするよね。クリスティーナ・アギレラが来てるみたいな。で、出てきたのこの顔なんで。何でもあり。そうそう、本当にね。楽しみながらやっていきたいなと思ってます。そうですね。うん、すごい楽しみですね。だから、まあ、8月、今年の8月12日の木曜日、9時半から、はい、まあ、1時間半、ワン、1コマね。はい。うん、程度で、11時ぐらいには終わるつもりです。はい。で、無料で。あ、そうだ。そして、値段お高いんじゃないんですか？無料です。え、何ですか？ちょっと待って、わからなくて、何ですか？なんかあれじゃん。あのテレフォンショッピングみたいな。そうなんとお値段無料、そう、初回限定無料ですみたいな。こんな機会ありませんね。そして今なら2個つけたらさらに無料。それは無料だわ。それ無料ですね。ゼロはゼロですかね。そうそうそう。いやー、すごい機会なんで、うん、ぜひこの時間は開けといてほしいなと、はい、思います。で、今後の流れなんだけど、はい、一応、まあだからといってさ、はい、そのね、こう、ズームって、ID の番号知らない人入れないから。ああ、そうですね。うん、一応申し込みの流れも、うちのその練習としてやりたいので、はい、申し込みフォームができたら、お知らせします。はい、うん。YouTube の方はもちろん、YouTube でもお話ししたいんだけど、はい、なかなかリアルタイムでね、いけない場合が多いので、LINE アット。うち名古屋ボーカルスクールって公式 LINE があるので、はい、それをこう概要欄に貼っときます。うんうん、なのでそこから、LINE 登録してもらうか、あとは、なんだったっけ。一応 LINE のところをさ、はあ、名古屋ボーカルスクールって検索すると公式 LINE 出てくるんだよね。はい、はい、出てきます、出てきます。それでまあ登録してもらうと、はあ、LINE でお知らせが行きます。
うん、LINE でそのまま、うん、申し込みができたりとかするといいよね。一番楽ですよね、LINE アットから。そうだね。うちはね、あと、ボーカルの予約とかも LINE からね。あ、そうです、そうです、そうです。すごい、もうそれで全て解決する感じ、うん。そうだね。ホームページにも LINE アット載せてるんですっけ、うん、うん。あと載せようと思います。あ、載ってるかな？ですよね、うん、確か。で、例えば、PC でさ、見たい場合は、PC で QR コードがあるところに自分の携帯でピッてやると登録できるよね。そうですね。そうそうそう。で、あの、QR コードじゃないやつもちゃんと、あの、載せておくので、うん、そこから LINE 登録してもらえばなと思います。はい。うん。便利な世の中。ほんとだよ本当に便利な世の中ですね。うん、だと思う。だってもう本当に全国の人たちがね、レッスンしてくださってて。うんうん、そうですよね。で、お金のやり取りとかもね、もう全部さ、うん、なんかオンラインでできちゃうしさ、そうですね、今。なんかね、ちょっと大変な世の中ですけど、うん、まあコロナのおかげでこういうのが発達したんで。うん、そう。コミュニケーションもこうやって取れるようになったと思うと、ちょっと、ありがたいじゃん。ありがたいことですよね。うん。うん、で、もともとやっぱ私たちは、ボーカルスクールでもやっぱ珍しくって、うん、そういう PC 系とか、うん、そういう環境系に強いので、強い。そう。で、もともと、あの、海外の人たちとさ、レッスンしてたりとかしてたから、うん、そうそう。で、それが、この時代になって、うん、なんか、私たちが持ってる力をこう発揮できるようになったんだよね。うんうん、すごいですね。無駄なことはなかったですね。なかった。だってね、ズームレッスンみんな大変だと思うんだけど、私なんとも思わんもんね。うん、あ、そうですね、うん。すぐちゃちゃっとできちゃいますね。そう、全然平気だから。とかくみんな、うちの人たちみたい、早いですしね。なんか、何するにしても早いですよね。早い。打つのも、もう、あの、何でしたっけ、ブラインドタッチで。めちゃめちゃ早いです。うん、早い。絶対書くより早い。めちゃめちゃ早いですよ、ね、うん。そう、もう携帯のフリックとかの方がうーってなるぐらい。あ、本当ですか。うん、すげえ。そうそうそう。まあ、これやりたいと言ったら、副社長もすぐ動いてくれて。うん。何でも早く。そうだね。ありがたいですよね。うん。私たちは本当レスポンスが早いのがね、うん、取り柄なので。はい、そう思います。で、例えば LINE アットを登録してもらって、はい、そこで、あの、質問とかもそこで話せるから。そうだ。うん。ですよね、うん。そうです。そこに、こうですか、ああですかって聞いてもらえれば普通に帰ってくるんで。うん、そうだね。うん。うん、なので、それがあるので、ぜひぜひ、8月12日、9時半から、はい、無料ですので。はい。皆さん、私たちの練習材料になってください。そっちですね。そう。9時半だけど、このままだからね、多分。あ、まあそうですね。全然変わらん。多分、普通にうるさいんだろうな。普通にうるさいと思う。うん。ですね。ね。はい。なので、まあ、レリゴーをやります。あの、ヘズナヘズさんね。ヘズナヘズさん。はい、やりたいと思います。いいですね。楽しみ、うん。そうだね。あとはもう一つお知らせが、はい、あ、前から言ってるね、8月の8日。はい、8ってさ、名古屋の日なんだけどね。8って名古屋の、そう、数字。8って書いてあるじゃん、名古屋って。そう。まあ、8月8日に、うちの一大イベントやね、年に一回必ずやる、あの、名古屋クラブクワトロさんで、はい、いつもすごい大きいイベントやるんだけど、はい、それがまた今年も配信ライブで、もうすごいもんね、ほんと歌番組ばりだもんね。そうですね。めちゃくちゃかっこいいので。めちゃめちゃ本格的でしたね。びっくりしました、うん、去年。めっちゃかっこよく映りましたしね。かっこよかったね。今年もあの、撮影舞台の人たちがもうすご腕なので、はい。ぜひぜひで、ありも歌うし、はい、私も歌います。歌います。はい。デラドラムの河合さんも叩いてます。ちょいちょい映るよね、河合さん。ちょいちょい言いたくなるわ。そうなんだわ。結構、あの、ここら辺界隈の人、勢揃いしますもんね。うん、そうだね。そうです。だってね、うん、どうぞ。主任も歌えますもんね。あ、そうそうそう。主任も歌えますし、うん、あの、前一緒に出た、徳永、うん、講師の徳永も出ますし。そうだね。うん。まあ言っちゃえば、うち。言っていいか今考えてたんですよ。あ、そうだね。あの、一緒に、師匠の旦那さんと私と徳永3人で今ユニットを組んでやってるんで、うん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 、それで出るんで、そう。およよとかって思いながら見てください。これが、カエルの旦那か。そうそうそう。そうだね。そうそうそう。まあもちろん顔似てないから分かんないよね。あ、分かんないですよね、うん。それはそうだ、似てたらおかしいもんね。確かに。親子じゃないですからね。そうだね。そうそうそう。うん、まあなんかいろいろね、あ、こんな感じかっていうのを皆さんね、思いながら見てもらえると思う。うん、そうだね。校長の、だってそういう生歌ちゃんと聞くのって皆さん多分初めてですよね。うん、そうだね。だから多分、ワクワクして出てくる。そうだね。だって、オンラインライブとかもや
やってもいいもんね。いや、いいですよね、うん。それありだと思うんですよ。そうだね、うんうんうん。まあ、私酒飲まないからさ、酒飲みながらやりましょうとかないからね。何を楽しみにやろうかな。え、何します？なんか、とりあえずマリトッツォ置いときます。まマリトッツォここに置いて。そうです。一個一個。はい。一曲終わるために。じゃマリトッツォタイム。私食べるの遅いからマリトッツォ食べるの10分とかかかるよ。先生にもクラッカー置いとこうかな。クラッカー。ずーっと食べとくって。面白いね。いいですね。なんかこう、楽しみながらそういうの やりたいですね。うん、そうだね。やっぱ本当はこのね、うん、時代を、いい方にね。そうですね。うん、撮っていきたいと思ってるんだよね。まあもちろんね、ライブの回数とか減っちゃったし、うちの主任もね、本当にもうね、二日に一遍ライブしてたんですか。本当に主任はライブが多かったですよね。うん、そうだね、うん。それがもう全然今ないから、うん、まあそれも悲しいなとは思うけれども、うん、新しいね、なんかところを開拓してさ、で、これでまた、そのライブが戻ってきたら、120% じゃん。もう 200% ぐらいになるよ、ね。あ、そうですね。プラスプラスですもんね。そうそうそう。もうずっと忙しいみたいになるよね。そうですね。うん、なんかあれですよね。コロナ禍で動画先生始めたんですよね。そうそう。うん。ちょっと前か。ちょっと前ぐらいですか？うん。なんか頑張ってきてよかったですよね。よかったね。ですよね。うん、すごいなって思います。イエーイ。やっぱ最初の頃はね、なんかうまくいかなくて、また消えたとかってなんか辛そうな出来事もありましたよね。やっともう皆さん見てくださいよ、昔の動画。あれさ、みんな、動画一覧ってあんまり見れないみたいだね。あ、そうなんですか。動画一覧っていうのが見れて、今のおすすめだけじゃなくってさ、名古屋ボーカルスクールのチャンネル表示ってやつでチャンネル表示してもらって、動画っていうところを押すと、過去のが。そうそう、全部わーって一覧でタイムラインで出てくるんだよね。その、時系列で出てくるから、一番最初、愛を込めて花束とか、あそこら辺？そうでしたっけ？私なんか、エグザイルかなんかをやってる。エグザイルをやったね。ああ、ね、そうかなんかだった。そうです、そうです、そうです。すごいそれを覚えてます。もうなんか棒読みだった気がする。皆さんこんにちは。名古屋ボーカルスクール校長の竹部です。テンションそんなもんでしたっけ？うん。帰りながら。うん、そう。余すところなく紹介します。とか言って。優等生だったんですね。そう。見てみよう。まあ基本は変わらんけど。まあそうですね。でもやっぱね、慣れとかがね。うん、うん、うん。もう今はもう、このままだもん。本当レッスンもこのままだ。そうですね。うん、本当に。まあ、慣れですね。慣れだね。すごい。すごいね。なんか、まあ、継続は力なりだなって先生見てるとね。本当に、まあ。本当に学びになりますよ。そうそうそう。うちのママがずっと言っとった。継続は力なり、なせばなる、なさねばならぬと。ですね、はい。なんか大変でも、絶対やめなかったですもんね。やめない絶対やめなかったですね。これはすごいと思います。私ね、継続ができる人じゃなくて、私。ああ、そうなんですか？そう。惜しまれてやめれるまではやりたい人なんだわ。ああ、山口百恵タイプ。ああ、でも、うん。だってさ、うん、そうそう。今だったらさ、まあ、ちょっと惜しんでくれる人多いじゃん、うんうん、はい。だからすごい嬉しいんだけど、はい、最初の頃なんてさ、まだ100人登録とかしてる状態でね、私がやめたらとしても、で、何が変わるのっていう話や。ああ、うん、それが嫌だと。嫌だ。ああ、なるほど、なるほど。それってさ、自分の努力次第でしょ？なるほど。だから、認められてないっていうことは数が足りないとか、まあ、やり方がもうちょっと考える余地があるんじゃないかっていうわけじゃ。だから、それを努力をさ、惜しまないっていうことは、やっぱ大事で、で、それで継続できるんだ、私。すごーい。うん、でも本当に、やめないでくれって言ってやめれるようになりたいって言いながらも、そこまで行ったらやめないんだけど。やめないですよね。やめない。きっと、だって歌もそれで来てるんですか？そう。そうなの。逆にやめ時ないし。そう。みんなにこう、またやってこれやってって言われると、もうそれはもうやめれないですよね。やめれない。そうそうそう。ありがたい。本当に。すごいなぁ。だから本当天職だと思ってるので、うん。が、人に教えたくてしょうがないし。まあ、一般ピーの私だったからこそ言えることってあるじゃん。そう。例えばさ、まあ、ね、ちょっとふくよかな人にさ、その、ダイエットの指導をする場合にさ、太ったことない人に言われても、はってなるじゃん。ああ、なるほど、なるほど、うん。そうですね。そう。だからね、私はもう元デブだったから、まあ、生徒さんとかにもうちょっと、こうするといいよとか、まあ、デブだとこういうところが辛いよねとか、それ共有できるわけじゃん。うんうん、確かに、確かに。で、歌もそうだからさ、本当に全然歌えなかった私が歌えるようになったから、うん、だったらこういうふうにするとわかりやすいよねとかっていう、もう、マジで天職だと思ってるから。気持ちがわかるっていうのはやっぱ大きいですよね。うん、そうそう。
そう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 。惜しみなく教えますしね。惜しみなくです。全くもって本当に、あ、すごいなっていうのはそこは思います。うんうん、新しい、まあ、ボストレーニングの技術入ったらすぐ教えてくれますもんね。すぐ。うん、もうすぐ教えてすぐ試したいね。あ、そう。アウトプットしないとね、インプットする意味ないんだよね。ああ、確かに確かに。うん。だから本当に、うん、歌わないボイストレーナーって辛いだろうなって思うよ。そうですね。歌ってないのにボイストレーニングやって声だけよくするわけでしょ？いや、歌えんかったらボイストレーニングってする意味ないじゃん。うんうん、そうですね。なんかすげえなって逆に思っちゃう。確かにそうですよね、うん、ボイストレーニングやったからって言って歌うまくなるわけじゃないからね。うん、そうですね。そこにつなげなきゃいけない、歌につなげなきゃいけないから、うんうんうん、だから歌うまいだけの人も困るよね。そうですね。トレーニングがわからないとやっぱ喉強いだけで歌ってるっていうことになるから、うん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 、もう息の長いボーカリストとしてはちょっと難しくなってくる、うん、年齢とともにっていうのはありますよね。そうなの、うん、みんなやっぱり困るから30過ぎてきて35ぐらいかな、みんなやっぱちょっと言い出すの。もうだってあなたはいいじゃん、曲がり方。あ、まあそうですね、その前に出会ってみよう。そう、もういいドキーと言われて、それいいよ。私もその頃にはもうだって定着してた。ああ、そうですね、うん、確立してますもんね。そうそうそう、うんうん、で今ねもうアラフィフ手前。すごいですね。アラフィフか、ザッス、すごいなぁ。変わんないですもんね、いっちゃんと。うん、見た目。ああ、旦那とね。ああ、そうだね。12個違うけど。わかんないですよね。わかんない。わかんない。すごいよなぁ。そうだね。私もそういうアラフィフになります。フィフ姉さんね。フィフ姉さん頑張ります。フィフ姉さん。フィフ姉さん。うん。ってな感じですよ。はい、そうですね。はい。なので、はい、まあ、すごいね、お知らせ言うだけで、20分も取れるんだよ。すごいね。ずっと喋ってられるんで。本当にもうなんか、いつまで喋るのっていうぐらい喋れるよね。今日あれですか、そういえば最初にテロップとか入れなかったですけど、怒られますかね。だって、お知らせなんでいいですよね。お知らせだからいいと思う。今日はお知らせですって、ここにこう、ずっと喋ってますよーって流してもらって。今日は喋るだけですよ。今日喋るですよ。ただ、何分何秒でやっとお知らせあるよとかもうわかんないんで。適当に見てください。そうだね。多分もう最初に、サムネの時点で。そうですね。お知らせ、うん。そうそう、お知らせって書いて、で、ね、でもう概要欄とかに書いちゃおう。あ、そうですね。うん、今日ずっとお知らせ&喋るだよって。そう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 。だってなんかね、重大なお知らせがありますとかないじゃん、私たち。別に重大じゃないし。重大じゃないですね。いや、でもゼロ円もちょっと結構重大だと思いますよ。まあ、なんかほら、クリックしたらなんだそういうことかみたいな嫌じゃん。あ、そうですね。そうそう、私妊娠しましたとかさ。それはでかい、ね。それはでかい。47で妊娠したらすごい。この間の、全然どうでもいい話かもしれないですけど、この間の動画の時ちょっとなんか、いいことあったじゃないですか。うん、私一人でお家帰ってね、あの、赤飯買って食べたんですよ。あはははめでてーなーって。あはははほんとこそっと。めちゃくちゃおもろいね。まあ、アラフィフになったりいろいろあるんですよ。まあ、いろいろありますね。そうそうそう、そう。まあね、そのうちなんか話題に出たら。うん、そうだね。面白いからね。そうですね。いいことだね、はい。そうそうそう。そんな感じでございます。はい。はい、なので、はい、8月12日の、まあ、詳細を欲しい方は、はい、LINE アットに登録していただいて、はい、うん。ここにも出るのかな、わかんないけど。まあ、下の概要欄にあるからね。あ、そうですね。こういうところをプチってすると出てくるんだっけ。あ、そうですね。ね、ここら辺になんかこういうのがあって、プチそうだね。ちょっとわからんかもしれんから、コメント欄にもはめ貼り付けとこうかな。そうですね。うん。うん。8月12日、はい、9時半から11時。うん。LINE アットで登録してもらい、はい、無料でございますので。無料でございます。イエーレリゴー、エルザ・メンデスさんのレリゴーです。エルザ・メンデスさん、はい、やりたいと思います。はーい、はーい、ということで今日は歌なしですが、はい、なしでーす。はい、なしでーす。一応準備しまーす。また頑張りまーす。はーい、こんな感じです。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの